ビルヘルムマイスターの修行時代はゲーテによる教養小説の古典。1796年に発表され、後に出された教養小説の模範となった作品である。続編にビルヘルムマイスターの遍歴時代がある。長編発巻で展開され、第1巻から第5巻は内容的にはゲーテの存命時には未発表の断片からなるもので。 ビルヘルムマイスターの演劇的使命と題されていたものである。両テキストの比較では若干の表現、つまり軸の相違が見られるに止まっている。ビルヘルムマイスターの修行時代は発表と同時に圧倒的な支持を持って読者に迎えられた。フリードリッヒ・シュレーゲルは近代の三大書さんとしてフランス革命、フィヒテの知識学、ビルヘルムマイスターを挙げている。また、 教養小説という形式も含めて、この小説は若い作家たちに小説の基盤として受け取られた。ビルヘルム・マイスターを意識して書かれた小説には、ノバーリスの青い花などがある。なお本作に収められた詩には、多くの作曲家が曲をつけた。特に、涙と共にパンを食べたことのないものは、ウェア・ニエザイン・ブローとミッド・トレーニング・アス。 君を知るや南の国カンストジュダズラントを、お、第一トロネン BLHN、ただ憧れを知る者だけが、ヌアーウェアダイゼーンズフトカントなどが知られている。ありがとうございます。